福祉入学にせよ、3年後の東大進学プランにしろ、受験戦争と呼ぶほどではないかもしれませんが、日本の受験システムに取り込まれてしまっているように感じます。ここから勉学に励まれて学びたい分野のある大学へ進学を果たすのならそれはそれで立派だと思います。ただ、そもそも他人と競争する必要がない方なのですから、 あえて一般の国民と競争する道を選ばずとも良いのではないかといった声は宮内庁内で根強くありますね。この記事皆さんはどう思われましたかではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。一番の問題は秋篠宮家が安在家の子孫です。侮辱罪厳罰化が施行されたにもかかわらず、秋篠宮ジップ安在高行のネット記事はますます増えています。しかし秋篠宮家、 全皇后安在家、宮内町どこからも一切怒りの声が上がらない。それゆえ、秋篠宮ジップ安在高行は事実と確信を持たれました。秋篠宮と安在高行氏の全身売り二つ写真だけでなく安在高行氏祖父とマコさんまでが DNA のつながり以外ありえないか二つ。写真を目にした人はもう親子関係を確信しました。皇室は血税で成り立っています。 バジ東風で DNA 検査に応じなければ、疑念で通せると皇室に居座り続けるなど許されません。この声は日増しに高まり国民の怒りは抑えれないものになります。誰の命令か知らないけど、天皇陛下の王女である都の宮様のティアラの予算は付けなかったのに、ただの一宮内の娘に過ぎないマ子ヨ子姉妹のティアラには3000万以上もの税金を無駄遣いし、 また天皇ご一家の住まわれる皇居の修繕にはわずか数億しか予算をかけなかったのにもかかわらず、平成夫婦と秋篠宮家には仮住まいたくまでそれぞれ用意し、本宅も合わせて平成夫婦は70億以上、秋篠宮家には50億以上も予算使ってるよね。反発婆さんは政子様さまの足元にも及ばないから毎日気にしているんでしょう。 賢く上品で美しくて控えめな海外からも国民からも称賛されていますから。手の届かない雲の上の雅子さまに憧れているのでしょうね。天皇にも年のの宮愛子さまにも愛されて職員にも慕われて素晴らしい方です。世界のプリンセストップテンに入り写真集にも出たのは雅子さまだけです。日本の誇りです。ズルでしか生きられない秋篠宮家は、本当に裸の王様状態。 尊敬もされず、今や皇室のプーチン状態。平成時代の贅沢三枚で、追い風状態が忘れられない大積む。川島じいは、いなくなりましたが、さらばあちゃんは、これだけの秋篠宮家の集大の黒幕としてこれからまずっと国民に語り継がれるでしょう。会計監査を真っ先に嫌がるおさらばあちゃんと秋篠宮家だった理由は、マネーロンダリングやりたい放題チームだったとはね。 秋篠宮家が、これから尖閣策陰謀で、暴走しても、結果は、陰果応法でしょう。愛子天皇誕生にご先祖様も天からお力添えされると思います。正々堂々、誠の道を歩まれる姿に恐れて怯える秋篠宮家は、惨めな末路でしょう。皇室のプーチン、皇室のヒットラー。小さな脳みそで、毎日閣策陰謀ばっかりで、お疲れ様です。 特任天皇はすでに新しい天皇像を国民に見せてくださっています。素晴らしいプロトコールで妻や子供、ご家族を守る姿は、課長としての国民のお手本です。オランダではアマリア王女の自伝が話題になっているそうですが、愛子様と同じ年に青年になられた王女との交流を通して新たな帝王学を見せていただけることがとねも楽しみです。本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。 また皆さんに感じたこと意見などをコメントして言っていただけたら嬉しいです。もしよろしければ評価などもお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。大人げの学習院と入学自体者続出の筑波大学附属高校。ところで、愛子様は一昨年2020年に学習院大学文学部日本語日本文学科へ進学されたのですが、 今年の受験では、愛子さまの進学された同大同学部学科への進学希望者が大幅に増加し、入試の倍率も増加したようです。おそらく、多くの高校生が、愛子さまと同じ大学、同じ学部で学びたいと考え、保護者なども、そうした考えを尊重した結果なのではないでしょうか。このような事実からも、愛子さまが多くの国民から愛され、 尊敬されているということがわかりますね。一方で、今年久人様が進学された筑波大学附属高校は、入試自体者が過去最高数となり、さらに、入試で合格した受験生の半数以上が進学を自体するというような事態となっているようです。中学、高校、大学受験用の学習塾である早稲田アカデミーは、今年の筑波大学附属高校の受験に関して、自体者数が畜府史上最多に、 というタイトルの次のような内容のレポートを発表しています。ではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。国民から慕われ、敬愛される皇族はどなたなのか、国民統合の象徴となられるべきなのはどなたなのか、こういうところにも、はからずもはっきりと現れましたね。の宮様は非常に幼い頃から映像の一部を切り取った画像を捏造し、 内定後続費の事実もねじ曲げてバッシングされ続けました。なる人さんはもはや幼くはない未成年であるというだけだし、本当に健常者であるなら、これほど汚い真似をしての進学は国民に喧嘩売るのかと言いたいですね。なる人さん、あと2年半で成年ですよ。表説して作文、コンクール応募、バレたら、私的に感謝する応募に当たっての注意事項に、盗作したらいけませんと、 小学生にわかる文章で書いてありますよ。健常者が知ってて表説して書いて、コンクール応募、加作。指摘されたら、感謝するそれだけで事態も図書券返納もない。作文入選が高校合格の大きな要素だから、シラを切り通す汚い15歳だね。マコさんと結婚して、ニューヨーク州マンハッタンで暮らしている小室圭さん。今年2月、 司法試験を受けないかと思われましたが、無事に試験会場に現れたところがキャッチされました。しかしその小室圭さんの姿は、わずか3ヶ月の間に激太りしているように見えます。デニムシャツからは胸毛散らみせで、お腹の周りもでっぷりとお肉がついている様子。宮内町から離婚説も。ニュースポストセブンでも、お二人の新婚生活はうまくいっているのか、と危ぶむ。 区内庁関係者の次のような発言が紹介されています。小室さんが受けたニューヨーク州司法試験は、昨年9月の1回目よりも、今回の2月の方が一般的に合格率が低い傾向があり、超えるべきハードルは低くはない。すでに大手法律事務所に勤務しているが、司法試験に合格し、弁護士資格を得ることが小室夫妻にとっての果たすべき第一ステップである。再び不合格だった場合は、 就労ビザ取得の問題も再燃しかねません。もし三度目の試験を受けることになっても、ニューヨークの高額な物価を考えると、引き続きホーム女子という立場だと、将来的な生活不安も浮上しかねない。受験に際して、小室さんが抱えていたプレッシャーは想像を絶します。あのワイルドな姿は、髪を切る暇もないほどに勉強をしていた証拠かもしれません。生活リズムが整わず、 太ってしまった可能性もあります。ただでさえ、新婚生活がいきなり異国の地という難しさもある。マコさんとの新婚生活は本当にうまくいっているのか、心配の声が上がるのも無理のない話です。宮内庁関係者。皆さんは、小室圭さんがニューヨーク州弁護士の資格を獲得できると思いますかまた、お二人の結婚生活は今後も無事に続いていくと思いますか これを受けて国民からはこのような意見が紛失しています。うーん、ポニーテールに胸毛が見えるくらい前を開けているが、シャツはパツパツで買い換えるのが間に合わんくらい急激に超えたんだろうな。わかる、経験あるから W。だが、恥ずかしい姿だな顔文字笑い。ま、勉強のせいで太ったり、ロン毛だったりしたわけじゃないでしょ太ったのは年中会食や飲み歩いている生活習慣のせい。 ロンゲは一時帰国時の通りの彼流のファッション。今のご時世でこんなことを言ったら女性差別になるのだろうが、マコが健康に良い家庭料理を作ってあげていないことも考えられる。結婚が続くかどうかというより、離婚は規定路線で、いつ実行となるかどうか。それがギャラリーたる国民の関心事です。他の方のコメントで、髪型も胸毛チラ見せも、 小室が考えたワイルドセクシーなニューヨークセレブファッション。気難しい顔をしているのもファッション誌のモデルになったつもりという説があって、なるほどと納得してしまった。小向け、小汚かったものね。デぶったし。マコは本性をむき出しですね。学習院でのマコの様子は私が思い描いていた通りのマコでした。顔に出ています。 j k 号が指示して出させたコム系の留学費用、JK 家と秋家で全部返してくださいね。全く無駄遣いをしてくれました。離婚して、もしも帰国したらどこかで皿洗いでもさせていただいたらどうでしょうね。一から出直し。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも皇室の気になるニュースをお届けしますのでチャンネル登録をよろしくお願いします。 また次の動画でお会いしましょう。週刊朝日に天皇陛下の誕生日会見の言葉が紹介されていましたね。マコさんの結婚をめぐる言葉で天皇陛下が多くの方に心配をおかけすることになったことを心苦しく思ってますと発言しました。そして皇室に関する情報をきちんと伝えていくことも大事なことと話されました。このコメントに平成の天皇の自従として皇室に仕えた駄菓子がコメントしていました。 田菓子は天皇陛下が皇太子だった2006年にカナダのバンクーバーを訪れた際に総領事として案内役を務めたことがあるようでその時のことが印象に残っているようです。皇太子を連れてマーケットを訪れた時に赤ちゃん連れの若い日本人の母親がうっう。あらなるちゃんどうして、と悲鳴を上げたようです。そしたら当時皇太子だった天皇陛下はにっこりと笑ってその母親と会話を始めたようです。 それで会話が終わって母親が去るとタ賀さんに茶目っけたっぷりにうっそうと言われても困りますねと話したようですね。さらに女子学生からも声をかけられて一緒に写真を撮たいんですと声をかけられたようです。そしたらいいですよと応じたようですね。この姿勢はその後も変わっていないようで2017年にデンマークを訪問した時も地元住民からセルフィーで自撮りで一緒に写ってほしいライまれて笑顔で写真を撮ってくれたようですが。 この記事皆さんはどう思われましたかではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。単成者ね、覚えておきます。それにしてもいつも利権が付きまといますね。作文コンクールにまでも。もう一つの仮作受賞作品、トンボと私も何かありそうですね。いつまでもこんな生活できると思っていたら大間違い。悲惨な将来が待っていますよ。 国民は楽しみにしています。日本語もままならないのりこ様がどうやって接衝を務まるのでしょうか。物事の土台がおかしい。帰国して、小室家の実家で、暮らせっての、まあ、まとめて逮捕やけどなしょう。男系男子にこだわって、誰でもいいわけではない。中身をしっかり見ないと。年のみや愛子内心のお殿下しか次の天皇はいないです。 イギリスのように男女関係なく調子継承で願いたいです。今のままの有望茶までは天皇制の破壊になります。今日も興味深い情報をありがとうございました。秋篠宮家も施工した賛成者が北九州文学館の改修工事施工会社だったのを見つけた実況さんすごいですね。A 級はスキャンダルの時しか写真に撮られない。M 子さんがニューヨークで就職 本人に一般人として働く気力も能力もあるのでしょうか。経験夫婦はもはや皇族ではない。皇統問題には関係ないでしょう。文学館の下りでは、あの作文コンクールを深掘りすると、そんなことまでですか。闇深いですね。摂政の下りでの吉光様の企み怖すぎる。でも、 その場合ヒッサー様はティーのを降りなければならないのではないですかアッキー D カがミーアに干渉しないでほしいとクメイチョウに釘を刺した。いやいや、好きで関わっているわけじゃないって。クメイチョウは仕事だし、それに疑念を持たれることだらけだからでしょう。そんなことを言うなら軽次の、肩書きを外してください。 広宮時代にお会いしたことのある方に聞いたことあるけど、とっても感じの良い方だそうです。まあね、日本政府を馬鹿にしてた情報も出てるしね。それでもまだお金配るつもり麻生太郎副総裁に期待しております。逮捕は誰でもいいでしょう。地区不幸の必須科目に教育実習があるそうですが、今年の4月からなくなるかも。 ズル人の同級生の方は地獄の3年間ですね。まずは秋篠宮、そして小室かよでしょうね、笑い、前代未聞の三宅ですわ、恥ずかしいですね。なる人は、見事に K2 号に成長しました。あずみにさんの YouTube で A 宮様はツーショット100万イエヌでお許しになられるそうです。こんな男性と、簡単に、結婚相手に、選ぶなんて、国民の血税で生きている人間が、 甘すぎると思います。皇室のあり方を、もう一度考えてみていただきたいと思います。小室家の出生を暴いて非難するのは良くない。ただ、過去に身内の不幸時、さらには母親の終分ことは全て明確にすべきだ。時間が解決するなどと安易なことでは済まされない。皇室のご成婚に関する重大事案なのだ。それが理解できない親子ならばさらに将来が不幸になるだろう。 実は、秋篠宮殿下のこうした現状に対して、肝心心脳妃信子様は大きな心配を抱かれていると言います。秋篠宮家の奥に通じる職員はこう話しています。信子様ご自身も、肝心親王のアルコールとの付き合い方に悩まされてきたお方です。秋篠宮家に思うところは終わりでしょうが、殿下の現状には一人の親族としてお心を痛められているご様子。昨年、 即位礼関連の行事が終わっての皇室内踊り寺での会食では、信子様が殿下に直接一時公務をお休みになられては、しっかりと療養される時期ではないでしょうか。とアドバイスされる場面がありましたしかし、信子様のこうした親身なアドバイスに対して、貴子様は強い不快感を示されたと言います。貴子様は当時、立公使の礼を控えられていたため、療養を進めた信子様のお気持ちについて、 律講師の礼を取りやめなさいと言っているようにお感じになったのでしょう。殿下から信子様のお気遣いについてお耳に入れられると、すぐさま三笠宮の側近に、宮様が病気だとでも言うのですが、あなたのある中の旦那とは違います、と強く謝罪を要求されたのです、どうやら。様々な苦労をされてきた信子様ならではの温かい助言も、紀子様にとっては、ありがた迷惑としか映らなかったようです。 以上が一つ目の記事の内容です。皆さんはどのように感じましたか相変わらず紀子様は何が勘違いしてそうですよね。言葉遣いもそうですが、急に切れ出すあたりが本当に恐ろしいですよ。そもそも紀子様の弟一家が平民なのに、能々と赤坂御用地に暮らしている問題こそ、外籍による公私混同の最たるものだと思いますよね。マスコミは、 政治家のわずかの金銭問題でもやかましく追求するのに。この紀子様の弟問題と、秋篠宮っ新築巨額予算問題を無視しているのは、上皇夫妻への忖度ゆえとしか思えませんね。国民の血税が、皇族の親族に流れることだけは阻止しなければなりませんよ。現に秋篠宮家はいつの問いにか複数のマンションを所有する蓄材をされています。 自分の子供すらまともに教育できない、信頼されない人が、好意継承者の上位ではおかしいですよね。一体、どうして国民の上に立つ資格があるのでしょうか、本当に恥ずかしいことですよ。この記事皆さんはどう思われましたかではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。信子様、さすがです。日頃から、 ご用地内に一族老党を勝手に住まわせているバラック先民費の横柄な態度に辟役されている上、安在文人が雅子様や愛子様より上になったつもりで無礼を働くのを見かねてのお見積、国民からも信子様に感謝申し上げます。マコハン社婚をめぐって、他の皇族方にも散々迷惑をかけた一族が、新年早々またまたやらかした不敬行動に、信子様、 久子様などからの厳しい非難の声を期待しておりました。ケリーさんの丁寧な取材でにより、こうやって浮かび上がってきた宮中傲慢はかりごと本一家の実像レポートにも御礼申し上げます。皇室って、天皇陛下を頂点として他の皇族の方々で支えるというものですよね。それがあるべき姿で美しい。それができず乱すっていうのは、皇族ではなく皇室にいる資格がない。 兄に負けたくないなど、それこそ市場であり、そんな低レベルなものをあの公の場で、それも全国放送され映像として残るのに行動に出てしまうなんて。最低。市場では兄への醜い思いがあっても、それをぐっと耐えてちゃんと礼をするのが美しい姿であり、自身の評価も上がるんですけどね。おこちゃま。秋篠宮家は、つくづく哀れな考えの人ばかりだと思う。 自分勝手もほどほどにしてほしい。皇族特権を利用しまくっているくせに、国民を馬鹿にしすぎである。誰の税金で暮らせいるのか。国民に感謝の気持ち、寄り添う気持ちも持ち合わせていない。本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また皆さんに感じたこと意見などをコメントして言っていただけたら嬉しいです。もしよろしければ評価などもお願いします。 では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。なる人様もこの制度を利用し、進学する可能性が高いと言われています。象徴天皇制に詳しいある歴史学者は、今回の受験に対して、まず大前提として、なる人様が学びたいと思うものが、進学先の学校にあるかということです。と話しています。将来天皇になる可能性がある方です。 天皇は社会を映す鏡と言われており今の時代の社会の柔軟性さから見ても学びたいと思える学校に進学するのは素晴らしいと思います。と評価していました。しかし、以前から言われていた入れ禁止秋篠宮家の脱学習院が今回の受験時も色濃く出ていているのが心配であると話していました。筑波大学附属高校は在学生の約6割が東大を受験し、 そのうち毎年30人程度合格している名門校です。なる人様が本当に学びたいと思い、進学するのであれば良いのですが、目的が、東大であれば、東大偏兆みたいな考えが、助長する可能性が非常に高い。と、話していました。秋篠宮ご夫妻は周囲の人に、息子を東大に行かせたいと話していたことが分かっており、日本史上初の東大出身の天皇を目指しているのでは、 と言われています。筑波大学とお茶の水女子大学との定型更新学制度については、先ほど説明しましたが、実は、なる人様のために作られた制度ではないかと噂されています。この制度は以前からあるものではなく、2017年から2022年の5年間のみ試験的に行われており、最後の年である2022年は、なる人様の受験の時になります。一部週刊誌によると、 この制度が新設された時期は、なる人様が中学進学を控えられていた時期であった。と報じられており、お母様である紀子様は、本当はなる人様を筑波中学校に通わせようとしていたそうです。しかし同時期に、紀子様の娘である眞子さんの夫、小室圭さんの母親の借金問題が浮上し、国民の秋篠宮家に対する風当たりが強くなってしまいました。 この制度を利用し進学すれば、皇室特権と批判される可能性が十分にあると考え、中学はひとまず内部進学をされたそうです。しかし、現在も秋篠宮家への風当たりは弱まることはなく、ネット上では、いくら定型校だとしても、受験時に学力試験が免除はおかしい。一般入試での合格であれば国民は何も文句は言わないけど、 無試験で進学校に行くのは中黒中黒中黒といったような意見が多数聞かれています。さらには、ご両親はすでに自分の息子が天皇になると思っているが、国民は望んでいない。天皇陛下が出た学校が、学習院だろうが、東大出身だろうが関係ない。家柄、育て方で人は変わってくるから、やっぱり愛子様が天皇になってほしい。といったような批判の声も聞かれています。 この記事皆さんはどう思われましたかではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。なる人さんの身の丈に合った生活がお幸せと思います。国民を犠牲にしてまで特権裏口入学などお心のお優しいなる人さんはお望みではないことです。親が親なら子も子。親を見れば子がわかる子を見れば親がわかる。親の早足で序列の虫。 皇族序列の書き換え事件はまだ新しいこと、書ききれない非常識が続き続けている親に育てられているなる人さんが不憫です。進学だけでなく資質、お人柄、お振る舞いを学ばれ品位のあるなる人さんになられるを願っています。国民を犠牲にしてまで特権裏口入学は絶対止めてください。バレエで卑怯卑劣者がすることです。秋篠宮家は自由な家系なんだからなる人様は、 ちゃんとご自分で考えての中卒なら、なる人様の考え通りにさせてあげるべきと思います。なる人様は誰よりも秋篠宮一応立派ですよ。秋篠宮は道子とその姉の不安性高行きの子である可能性が高いと言いますし、そうであれば地筋島とにもただの民間人でしかなく、皇統と何の関係もない秋篠宮家は皇族でも何でもないということになります。出自の怪しいキー子が高学歴にこだわるのも、 俗物であるがゆえの見えっぱりとして納得できます。筑波大学付属は中学から高校へ内部入学できるのは3分の2の生徒に成績順で減らされるので、中学から付属に入れば内部で上がれないと見込んで真の目的である高校へ入れる幼児期をずらしたのでしょうね。近所のお嬢さんは中学から入学で優秀なので高校へ上がれましたが、クラスメートは3分の1は外部へ高校受験しなくてはいけないと聞きましたよ。 同じ年頃の受験をくぐり抜けてきた親子に自分だけ楽してご利用ししようなんて失礼です。実力でいける高校を探しなさい。本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また皆さんに感じたこと意見などをコメントして言っていただけたら嬉しいです。もしよろしければ評価などもお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。